今日は本当にこういうイベントに紹介いただいて、心から感謝しています。ありがとうございます。こういった文化の交流ということが最も大切で、経済交流というのは会議所が中心になってやってるんだけど、たまにはいろいろぎくしゃくした摩擦が生じます。そのいい例がアメリカと中国は今貿易戦争になっている。しかしお互いに文化で結び合った国同士というのはそういう摩擦は生じません。生じても非常に少ない摩擦で、摩擦になると思う。そういうことで本日のこういったマルシオ・ゴメスさんを招待してこういうイベントをされるということは非常にこの日本と、ブラジルをもっともっと密接な関係にしていく上で、大事なことだと思います。もちろん日系社会は111年という1世紀以上の関係があるんですけど、こういう関係をもっともっとよりそのアップしていく、関係をもっと絆を強くしていく点で非常に大切なことだと思っています。本当に今日はおめでとうございます。